さんってどういう人なんですか？あのお嬢さんが何かしたかね？昨日の夜中もついさっきもずっと岩場に。鬼の踏み石って言うんでしたっけ？あそこで釣り糸垂れてるんですよ。おお、そんなところにいなさったかね。夜中に抜け出したりしてるのに知らなかったんですか？好きにしてもらっておるからの。田舎の中の僻地なだけに、夜中に出歩いたところで悪い遊びなどしようがない。何ら問題ないのではと。釣りは潮の流れが寛容ですから、好きな人には夜釣りも常識じゃて。しかし確かに妙ですな。踏み石のあたりは魚が取れぬと先だって伝えたはずなんじゃが。右輪は鬼の踏み石を見張っているように見えました。右輪って何者なんですか？キアンさんが何者かとは？私の場合、ここは剣道部の合宿先で、ここが合宿先に選ばれたのは和尚と角兵衛先生が知り合いだったからじゃないですか。どういうつてで昇進寺に泊まっているのかとか、何をしにここに来たのかとか。座禅とかに来た人ではないですよね。キアンさんについて分かっておることは、部長さんと同じ高校2年生。一身上の都合で1週間ほど泊めてやってほしいとのことじゃった。民宿などがあるところまでは結構距離がありますからの。看守様からの紹介とあっては、わしとしてもそうそう断るわけにはいかん。看守様の知り合いということ以外はわしは一切知らんからの。やっぱり宗教関係者。浦島に続く鬼の踏み石は禁足地じゃ。九郎様の祭りのこの時期にそこを見張るのには意味があるとは思うのじゃが。さて、看守様に聞いてみるのは構わんが、果たして答えてくれるかの。見込み薄なんですか？禁足地の見張りが目的で話せるような事情なら、まずはわしに何とかさせるのが筋じゃないかね。はあ。ただいまです。いやー、いろいろと大変でしたよ。途中でザワッチが。なんでもないです。休みがどうかしたの？いえ、特に面白いこととか変なことはしてないですね、ももちゃん。そうだね、今のザワッチより面白いっていうか変なことはしてなかった。いただきます。いただきます。
私はこのもみじおろしのピリ辛が合うかな。ナミちゃん大丈夫？ナミはすぐにオサの真似するから。普通のポン酢大根おろしの方がいいと思うの。あら、こっちの梅肉もさっぱりしてていいわね。出さない、膝立ちしない。はい、口より口を動かします。あれ、いいから、あなたは黙々と食べてなさい。何がですかな？アワハンニャはともかく、お肉は…部長さん、わしのこの鋼の肉体、米や野菜や大豆のみで作られたものだと思っておるかな？確かに、お肉食べてそうな体ですよね。確かに仏教の戒律では肉食はいかんとされておる。その根本にあるのは不摂生戒ですな。ところでお嬢さん、我らが教えの開祖である釈尊の死因を知っておるかね？いえ。悟って成仏？はいはい、ももちは肉食べてようね、肉。なんですか？なぜですか、ミギーさん。一説によると、あくまで一説によるとの話なんじゃが、我らがブッダの死因はの、キノコか豚肉の中毒だと言われておる。なんだか徳川家康みたいな死に様ですね。はいはい、ももちゃんには私のお肉少し分けてあげるから。ざわっちまで。それにしてもキノコはともかく、お釈迦様もお肉を食べてたんですね。そもそも肉食自体が禁止されるようになったのは中国に渡ってからのことでな、インドにおける三十条肉なら問題なしじゃ。三十条肉？すなわち、自らが殺した獣でない、殺されるところを見ていない、自分に供するために殺したと聞いていない。
それ、お店で売ってるお肉って大抵のものが当てはまるんじゃないですか？日本の仏教は中国経由ですから。江戸時代までは寺院法度によって法律的に肉食は禁止されておったんじゃが、明治5年の太政官布告、肉食最大勝手なるべしの号令によって法律的にも解禁されておる。この正信寺と宗家の根方さんとはその頃からの付き合いでな、浦島の九郎様の信仰はここの末寺ということになっておったんじゃ。なに、そこは魚心あれば水心じゃよ。わしの治めておる多聞流もその時に伝わったものじゃな。サラの森に咲く床先の椿もその時に浦島から株分けされたものらしい。へえ。肝試しとかって合宿にはつきものじゃないですか？傷によく効く薬といえば、カッパが持ってるって話ですよね。カッパ子？なんでカッパが薬持ってるんでしょうね。カッパって川にいるからカッパじゃないの？それが海にもいるのよね。そもそもさ、カッパって生き物だと思う？ミイラとかあるわけだし、いるとしたら生き物なんじゃないの？甘いわね。葵先生あたりなら古典を弾いて語ってくれそうな話題なんだけど。生き物じゃなかったら何なのよ。カッパは水神の霊落した姿、つまり形なき神霊というのが本来ね、水の精を持った力なわけ。これに慈しみを持たせた姿をカッパとするわけだけど、カッパの起源の一つにはね、大工が自分の手伝いをさせるために作った式神。大工？そう、カッパが築いた城壁の跡とか残ってるらしいわよ。
大工。あら、大工を舐めちゃいけないわよ。大工や石工や鍛冶屋といったものづくりの特殊な職業の人には特別な力が宿ってるって考え方が国の東西を問わず結構普及していたわけよ。知ってます、知ってます。フリーメイソンとか。ももちーは結構偏った知識持ってるのね。ふふふん、私の好きなバンドの中にそういった感じの歌詞を書くところがあるのです。東洋の英知であるお釈迦様の向こうを張る西洋の英知、ジーザスクライストことナザレのイエスさんも大工の息子なわけだしね。日本は木造建築の国だから石工よりも大工の方が馴染み深いけど、日本の大工は木材加工の生地師なんかにも通じるわけ。わかるかな。そういえば眠り猫で有名な左甚五郎さんなんかもいますよね。掘った木彫りに命が宿るって。じゃあカッパはその式神ってわけ。他にも中国の方から退去して移住してきた説とか、平家落中土の怨霊説とかいろいろあるみたいだけど、カッパと一括りしてる中にもいろいろなタイプが混じっている可能性が高いのかもね。それなら私はカッパエイリアン説をしますがね。何それ。グレータイプのエイリアンってカッパに似てないですか。例えばバックパックのある宇宙服を着ていたら甲羅に見えたかもしれません。しかもカッパは馬やら牛を襲うってキャトルミューティレーションではないですか。それほど遅い時間じゃないけど、ナミはそろそろ寝る時間よね。やっぱり私も上がることにするわ。もう結構な時間だし。そうね、私もそろそろ上がらせてもらうし。それじゃあ私も。右側出て行った。
化け物。そもそも鬼の組石のあたりは九郎様の禁足地、魚も恐れて近寄らんのだ。また未熟者のようだが、お主が捨てんの鬼切りか。剣を追いかけ来たのだな。なんかうちだけで対処するのは無理っぽいですから、鬼切りの頭なりなんなりに話して他の塔にも手を貸してもらったらどうですか。うちを襲って剣を奪った剣気の裏で糸を引く主犯はおそらくそいつでしょう。